タイムアタックの聖地、筑波サーキット初の試み。三栄書房のモーター系編集部が総力を結して企画を入れ込んだ車好き垂涎のイベントのキックオフ。 D1 マシンにスーパーフォーミュラマシン、この日の筑波は伝説となる。筑波スピード&サウンドトロフィー。まず一発目は D1 マシンによる筑波全周ドリフト。はい、筑波全周ドリフト、我々4名がですね、D1 の選手の中から選ばれました。一筆書きで筑波がドリフトできるということで集められたメンバーなんですが、なぜ僕がそれに選ばれたのかがよく分かりませんが、それはやっぱこういう大パワー組の仕事なんじゃないかなと思うので、いや、やっぱりこの筑波サーキットといえば R 雨宮ということで RX7 のかっこいい走りを見せに来ました。あとはちょっと待って、いつも大パワーに乗ってるこの人は、俺今日ヘアピンだけやればいいって言われてきたんだけど聞いてないよ。これ大丈夫、これ一瞬つながる。ヘアピンだけやればいいって言われたんだよ。まあとりあえずはここにこんだけお客さん来てますんで、どれだけ盛り上がれるか、はい、そして自分たちがどんだけ楽しめるかを目標に頑張りたいと思います。楽しめるか、はい、入ったね、はい、トップバッターは第5から新車ムルシエラゴはノーマルエンジンのため非力という。最終コーナーから丸一周ドリフトをつなぐことはできるか。できた。僕はダウンロップ抜けとかはちょっとできた。力がない。86みたいな感じ。続いては正男。今年1月にグリップで筑波を走った経験を持つ。全周つながるか。おしまいと思いきや、別件撮影のためタイヤを温存してたんだね。最後はグッドイヤーコンビによるツインドリフト。両者ともハイパワー、期待大なのだが。トキちゃんがこの大一番でやらかしてしまう。
が一番多いところでまさかのスピン。一方クリちゃんはすごかった。筑波一筆ドリフトグランアレイ。全周ドリフト無事終了いたしました。何事もなく終わりましたよね。最後はクラッチが壊れました、我々走ってたんですが、なんかランボルギーニがずっとピットから動かないなと思ったら壊れてた。そうだったんですか。これ修理代いくらするんですか。1000万くらいじゃないかな。そんな死んでない。いやなんかね、はい、オイルが出てたんだよね。それでスピンしたみたいだよ大悟。まあそれなりに盛り上げられたんじゃないかなと思います。お客さんどうでした。トキちゃんのスピンを目の前で見たという人。はい。スピン見えてね。はい、ということで筑波全周ドリフト無事、はい、終了ということでありがとうございました、はい、ありがとうございました。筑波一筆ドリフトを達成したタイヤがこちら。バースト寸前、危ねえ。